地理は日本の高等学校における科目の一つ。本校では高等学校科目としての地理及び小学校、中学校で学習する地理について解説する。小学校では地理的分野としてまとまった学習をすることはないが、社会の学習においての地理的な内容の学習は3年生で簡単な地形図の独図、高学年では地図の見方、東アジアの様子、 地域と気候による住まい、また、6年生では、食料問題や貿易問題なども取り上げられる。また、主な国名も学習する。かつては3年生で、地元市町村の地理を、4年生で、地元都道府県の地理を学習していた。多くの小学校では、教科書とは別に、自治体や教育委員会が制作した地域副特本を使って学習を行っていた。 5年生では日本の農林水産業、工業、商業を中心とした産業について6年生では総合的な地理の概論を学習していた中学校では1年間を通じて地理を学習するがほとんどの学校は歴史と並行して一点二2年生で履修する現在では1年生でまとめて学習する学校が増えている 現在の学習指導要領では、日本の地域や世界の地域を全て網羅的に学習する従来の方式は改められて、テーマ別に様々な国や地域を比較するというスタイルでの勉強に変わった。知識学習はいくつかの地域を選んで学習することになっている。また、地理的な思考力や地図の読解力などの要請に重点が置かれるようになった。 やや高度な地形図の読図や、高校、大学で学ぶような環境問題や都市問題なども、軽く触れられる。かつては、教科、社会の科目の一つとして、地理が存在したが、現在は、教科、地理歴史の中で、選択科目となっている。世界史が必修となっており、地理は、日本史との選択必修になる。地理という科目名であるが、世界史や日本史との関連についても、 学習内容に含まれる。地理、A2 単位。地理歴史の必修科目、選択必修科目が増えたことに伴い、生徒の負担を軽減するために、単位数の少ない科目が新設された。学習内容は、大きく2つに分けられる。現代世界の特色図書課題の地理的、考察生活圏の諸課題の地理的考察、文部科学省一は、地図の独図や方位、時差。 国家間の結びつき、世界の諸地域の生活、文化や、その多様性、異文化理解、地球的課題について扱う。2では、地図の独図、日本国内での自然環境、防災、生活圏での探求活動などを扱う。共通テストにおいても、試験科目として出題される。地理 B4 単位、系統地理学と地史学の両方を学習する。 現在の学習指導要領では、日本地理についても取り扱うことになっている。共通テストにおいて出題される科目の一つである。大学入学共通テストにおいては、地理歴史の選択科目として、地理 A、地理 B が出題されている。多くの国公立大学においては、地理歴史、公民の選択科目に指定されている。A 科目が認められる学部、学科と認められない学部、 学科がある。国公立大学の個別学力試験の入試科目として出題される大学は少ない。一部の大学、学部において地理歴史科の選択科目の一つとして出題される。私立大学では文系学部において選択科目の一つとして出題されることが多い。ただし、共通テスト利用入試以外で地理選択で受験できる学部は少ない。また、 地理選択受験が可能な大学。学部は世界史や日本史に比べて少ない。ありがとうございます。